こんにちは。まあ50で小遣い5万円っていうのはちょっと私はちょっと寂しいっていうかやれないですね。まあお金がなければないなりにやるとは思いますけども、ただやっぱりこう自分の希望とかね、欲望とか豊かさを知りましたからね。限られた人生の中でこうなりたい、ああなりたい、あれが欲しい、これを試してみたいっていう欲望を抑えながら生きていくって非常にもったいないなと思うんで、叶えれる物欲は全部叶えていきたいなと思いますね。はい、まあそれで、私はね、50とか60とか70で年齢に応じた豊かさってあると思うんですよね。でその豊かさってのは必ずしも自分が稼いで作るものだけではなくて、例えば私はあのね、両親にそれぞれお小遣いを毎月毎月あげてるんですけども、まあ仮にね、私に兄弟がいっぱいいて、同じように例えば5人兄弟だとするじゃないですか。だから5人の兄弟がそれぞれ、あ、今月の分だよとお父さんお母さんみたいな感じで、まあ5万円ずつあげたら、5人兄弟でなんかみんなでね、25万ずつ受け取るっていうことになりますよね。で私がいつか年を取って70とか80になってね、のんびり暮らしてる時に自分の子供とか孫が、まあ、おじいちゃんってお小遣いだよってからね、ちょこ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 2万とか5万とか10万とかくれたら、なんか結構それだけで月収100万みたいなのできちゃうんじゃないかなと思いますし、まあ大体どっかで稼げなくなってくるのが、まあ当たり前だと思うんで、そういう時に収入を補填してくれるようなね、仕組みとか人とかを育てていけばいいのかなと。まあその一つが YouTube のね、広告収入だったりするかもしれませんけども、自分の実際の子供とかね、孫がね、まあ、おじいちゃんありがとうって言ってからね、結構お金で支えてくれるみたいな、そんな図がちょっとほわっと浮かびますよ、私もね。なんかね、やっぱこう年を取るに従って、あの制度とか法律とかじゃなくて、対人間でなんかね、尊重されたいなと、年を取れば取るほど、長生きしてねみたいな感じでね、いたわってもらえればそれに越したことはないなと思うんですけども、どうやったらそうなるかっていうのは、どういう生き方をしてきたかってことなのかなと思うんですよ。だからね、私が10年後59になった時に、59だったら今まだね若いかもしれませんけど、例えば79でいいですよ。79に、今から30年後79になった時に、どのように自分の家族やね、子供たちから扱いを受けるのかっていうのは、この30年の生き方が決めるだろうなと思うんですよね。つまりどんな人に支えられるか、どんなお金に支えられるか、どんな情報に支えられるかっていうのは、自分がこれからどのように日々を過ごしていくかっていうのは、そのまま生きていくと思うんですね。だから50歳でお小遣い5万円ってことは、50歳でお小遣い5万円のような人生を歩んできたのかなというふうにね、考えることもできるかなと。それが全てじゃないんですけども、この辺ちょっとね、曖昧にさせてもらいますけども、まあ、けどこれじゃ足りないよみたいな老後が来ないように、今からいろいろと手を打っておくってことは間違いないかなと思うんですよね。なんかね、その将来の不安ではないですけども、不安というよりも将来豊かになってほしいな、自分の人生はなっていうふうに、年を取った自分への配慮、自分の人生に対して自分が、いたわってあげるみたいなね、まあ、それならできるんじゃないかなと思うんですけどね。どんなもんでしょうか。まあそう考えてますよ、のんびりとね。健康な体を作るのも今から作っておかないといけないですね。まあでも50歳でお小遣い5万っていうのは、結構あれですね、もっと欲しいですよね、やっぱりね、もっと欲しい、それはもっと欲しい。いや実際お金とか時間とかに制約がなかったら、毎月どのぐらい使うかなって、私の感覚だったら大体100万円前後毎月なんだかんだ使ってるなとかね、こう思いますね。そしたらまあいろいろと我慢してなくて済みますね。昨日ちなみにね、スマホホルダー買ったんですよ、これ通販で。これ
ね、これ車に乗せるやつなんですけども、なかなか面白いのはね、これをこう乗せるじゃないですか。こうやったらパッと挟んでくれるんですよ、すでに、ね、これなかなかいいなと思いましたね、はい、じゃあ行ってらっしゃい。